はい、タマネン著名人研究家の小村です。後ろには噴水塔が見えるところに来ております。ここはですね、八区のところなんですけれども、もう少し行ったところに看板がありますので、あれですね、ちょっと行ってみましょう。はい、八区の看板のところに来ました。はい、これからですね、お墓参りに行くところは黒木為元さんのお墓参りに行きたいと思います。明治大正期の陸軍の軍人さんで大将でございます。伯爵でもございます。日露戦争で名を馳せたゼネラル黒木として、とても著名です。日露戦争の時のもうこの方の武勲によってですね、日本が勝利を勝ち取ったと言っても過言ではないぐらい大活躍された方でございます。この黒木為元さんの紹介とともにですね、この奥さん飛躍さんという方、そして、それ以降のですね、黒木家の方々、今回動画をですね3つに分けて、黒木家の、お話紹介をしていきたいと思います。早速もう到着しました。お墓は八区一宗二川十五番でございまして、もうここに看板がありますね。はい、八区一宗二川で、もうここが黒木家のお墓でございます。はい、到着いたしました。まずこれ入ってですね、左手側こちらに、はい、黒木、為元さんの、お墓が建っております。そしてこちら側にですね、はい、こちらが黒木家のお墓になります。でさらにこのこっちにですね、墓誌もございます。こちらは、黒木家のですね方々が、書いて刻んでおります。黒木、為元さんのですね、奥様は飛躍さんと言いまして、飛躍さんここで右から2番目ですね、黒木家墓誌の、2番目です。飛躍さんがいらっしゃいますね。そしてご長男、家督継ぎました三次さん、これが 右からもう一番最初のとこですね、飛躍さん。そして、その次が重達さん。はい、今回ですね、まずは黒木、為元さんのご紹介、その次に、黒木飛躍さんのご紹介、そして、その次がですね、この三次さんと重達さんのご紹介をしていきたいなと思います。まずは、この日露戦争で名を馳せた、黒木為元さんのご紹介をしていきたいと思います。黒木為元さんはですね、薩摩国鹿児島城下鍛冶屋町のご出身でございます。現在の鹿児島県鹿児島市の鍛冶屋町でございます。薩摩藩士の長佐為右衛門さんの三男としてお生まれになりました。同じ、この藩士のですね、薩摩藩士ので同じ鍛冶屋町、これの、黒木、万左衛門為義さんの養子となってですね、黒木姓を名乗ることになります。通称は七左衛門と言いました。この、鍛冶屋町というところはですね、本当に、いろんな方々が、輩出している町でございまして、この黒木為元さんの2歳上にはですね、大山巌さんがいます。1歳上には西郷十道さんがおります。西郷十道さんはね、あのたまにもお墓があって、動画上がっております。でさらにですね、3歳下には東郷平八郎さんもいます。東郷平八郎さんもですね、動画上がっておりますので、ぜひご覧ください。他にもですね、大久保利通さん、西郷隆盛さんだ、もう多くの、歴史上の人物を輩出した、町でございます。よってですね、少年時代の遊び仲間でもあったんですね、黒木為元さんね。そのように、幼少の頃からですね、関わりがあって、そして日本をどんどん作っていく、そういう偉人たちを輩出した町、鍛冶屋町のご出身でございます。黒木為元さんはですね、21歳の時に薩摩藩の小銃4番隊に属し、
京都御守衛に当たっていたところ、1868年慶応4年の1月3日、鳥羽伏見の戦いに遭遇をします。薩摩藩の小銃隊を指揮して活躍しました。以来戊辰戦争に従軍します。宇都宮城攻防戦では城壁に突進して取り付くなど奮戦してですね、勝利の契機を作りました。1869年、明治2年、一番大小隊長となります。維新後陸軍に入りですね、1871年新政府により、歩兵隊に任官しております。そして、薩摩長州土佐藩士によって編成された御新兵の小隊長となりました。1877年には四国丸亀歩兵第12連隊長に、就任してですね、その時にですね、西南戦争が起こるんですね。もちろん西南戦争といったら自分自身が生まれ育った鹿児島を舞台にした、戦いでございます。西郷隆盛さん筆頭にですね、それと新政府軍が戦った西南戦争でございます。ですので、この西郷隆盛さんと行動を、ね、共に、しようとする仲間がいる中でですね、この黒木さんは新政府の陸軍軍人たる道を選び従軍し、各地で奮戦することになりました。まあ、結果新政府軍が勝利を収めておるわけでございます。さまざまな要職を経てですね、1893年には、中将になりました。陸軍の中将ですね。そして、第6、師団長に就任しております。その時にですね、日清戦争が勃発しました。1895年師団を率いて熊本を発進、伊海江の占領の功を立てました。この活躍によってですね、同年に男爵をですね、叙爵しております。そして家族に列せられました。男爵を叙爵したんですね。そして1904年日露戦争です。日露戦争ではですね、第一軍司令官として出征します。日本軍はですね、第一軍が黒木さん、第二軍が奥安方さん、第三軍が乃木真助さん、第四軍が野津道貫さんでございました。総軍司令部の長官が大山巌さんで、総参謀長が小玉源太郎さんです。小玉源太郎さんもですね、玉霊にございまして、この日露戦争のことを詳しく、動画で紹介しておりますので、どうぞそちらをご覧ください。そしてこの黒木さんの第一軍はですね、大活躍するんですね。横領港の、を渡ってですね、呉連城を占領、この初戦の解消を聞いてもう全軍奮い立ったわけですね、この黒木さんの活躍でですね。そしてこの黒木さんの作戦はあくまでも豪直、第一軍の将兵も、司令官の気質に感化されるように、もうひるむことなく果敢砲弾に進撃、敵軍を次々と突破しました。両用釈迦方天海戦と連勝連戦、まあ連戦連勝ですね、方天海戦とね、連戦連勝です。そして黒木の名はですね、この黒木さんの名は従軍の、記者たちによってですね、世界に伝えられました。諸外国からはゼネラル黒木という名を馳せました。ここら辺の、日露戦争のことは児玉源太郎さんの動画でも紹介してますが、高橋是清さんのですね、動画でも詳しく紹介しております。こちらではですね、この黒木さんの大活躍によってですね、ひょっとしたらロシアに日本勝つんじゃないのっていうふうな、世界も捉えてくれる方も中にはいてですね、そして外債募集に成功するわけですね。そこら辺の高橋是清さんの、奮闘を、動画で紹介しておりますので、ぜひそちらもご覧ください。この日露戦争はですね、この児玉源太郎さん、高橋是清さん、そして東郷平八郎さんのバルチック艦隊の、戦いにも勝利する、そこら辺にも詳しく、紹介しております。黒木さんはですね、これらもう日露戦争の大活躍の軍功によってですね、もともと男爵だったんですが、伯爵にですね、位が上がっております。まあ、黒木さんはですね、薩摩武士らしいもう豪傑肌の性格で、
正規の、軍事教育を受けずにしてですね、若干21歳で鳥羽伏見の戦争の洗礼を受けて以来、まあ、論理よりも経験を重んじる、もう猪突猛進型の軍人でございます。野戦指揮官としての、長年の経験と勘を生かした優れた采配を見せました。ロシアの大軍団と対決し、日露開戦直後の日本軍の快進撃は、もう黒木さんの手腕によるところが大きかったわけでございます。その後はですね、1917年、大正6年から亡くなるまで枢密顧問課に任ぜられました。肺炎のために亡くなっております。去年は78歳でございました。まあ、ざっとですね、黒木、為元さんの、ご紹介をさせていただきました。墓所のことはですね、さっき簡単に、紹介しましたが、まあ、ちょっと家族のことを、触れておきたいと思います。黒木為朝さんはですね、最初の奥さんは中子さんと言いました。そして2番目の奥様は貞子さんと言いました。この2人ともですね、結婚してすぐに若くして亡くなってしまいました。墓所はですね、もともとこの多摩霊園ではなくて青山霊園でございまして、青山霊園の1-1-28のところにですね、今でも黒木家の墓所がありまして、1番目の奥様、2番目の奥様のお墓はそちらにもまだ現存しております。黒木為元さんがですね、亡くなってから多摩霊園にここの墓所が整って、こちらに埋葬されております。そして、黒木為元さんのですね、3番目の奥様というのが黒木飛躍さんになります。黒木飛躍さんはこちらの多摩霊に眠っております。この飛躍さんはですね、中村勝重さんの次女で、総理大臣も務めました黒田清隆さんの養女になっております。黒田清隆さんはですね、まあ、総理大臣もなった人なんですが、実はですね、その前に奥様を殺すという、殺してしまうという事件を起こしております。殺人事件ですね。その事件現場にですね、この養女だった飛躍さんも遭遇しているわけです。次の動画ではですね、この黒木為元さんの3番目の奥様、黒木飛躍さん、そしてその事件について、話したいと思います。なお、この話題が多い黒木家なのでですね、黒木飛躍さんの次の動画はですね、この黒木為元さんと飛躍さんのご長男黒木三次さん、そして西郷柔道さんのお孫さんで黒木家の養子となって、最も死んではいけないところで亡くなってしまった黒木十達さんのお話をしたいと思います。3本立てでございます。まず黒木為元さんのご紹介をさせていただきました。では、お墓参りしたいと思います。黒木為朝さんの、ご紹介とお墓参りをさせていただきました。ちなみに墓石はあれですね、陸軍大将伯爵黒木為朝と刻んでおります。裏面はですね、あの亡くなった年が刻まれておりますね。大正12年2月4日に亡くなったということが刻まれております。では次の動画は、この為朝さんの3番目の奥様飛躍さんのご紹介をしたいと思います。はい、以上でございます。